あとは915ですね、こちら。915のビッグサイズソフビ。こちら結構ね、色合いがね、目の複眼の色がちょっと違うなっていう思ったんですよね、僕ね。はい。それ以外は結構上出来ですよね。よくできてますよね。この風車の部分とかね、結構よくできてるんじゃないかなと思ってます。はい。腕の可動もしますしね。腕の可動、はい。こんな感じで。ちょっと動きますね。はい。あね、こちらです。はい。こちらビッグサイズのね、ソフビでね、アミューズメント景品のカリスです。仮面ライダーブレイドに登場しましたカリス。トランプをモチーフにしたライダーで、ハートのマークのね、顔がハートマークになってます。複眼がハートマーク、はい。ベルトもハートマークになってまして、ここにカードをスキャンしてね、トランプですね、トランプをスキャンして、変身するライダーですね。はい。相川はじめっていうね、男が変身します。はい。そんな感じです。はい。順番通り行きましょうか。ブレイドかな。ブレイドこれ武器あったんですけど、ちょっとブレイド武器ね、お見せしましょうか。あ、カリスもあった。カリスアローがありました、こちらに。はい。はい。こんな感じでカリスアローを持たすこともできます。はい、こんな感じですね。はい。かっこいいですよね。これも飾りたいなと思ってんですけどね、やっぱ飾る、棚が欲しいですね。棚が今ないんで、ちょっといい棚が、ちょっとなくてですね、飾るスペースもないっていう状態なんで、はい。なくて、今暫定的にやっぱりまだ、ここに残ってます。箱にしまってあります。はい。そんな感じですね。はい。ブレイドね、こんな感じです。ブレイドでしょ。ブレイド、ゾルダ、ギャレン。ゾルダは龍騎のね、龍騎に出てきたライダーです。サブライダー、仮面ライダー響きです。ソフビ、これはね、テレビくんかな、の応募者全員サービスで、もらえるやつです。ずっと撮ってありました、これ。当時ものですね、これ。2005年のものです。はい。どっかに書いてないかな。あ、書いてあった。なんか書いてある。見える？なんだこれ。あ、読めない。こっちか。仮面ライダー響き。2005。ITAT。で、こっちにも。で、こっちにも。ちょっとバイクうるさいですね。バイクが、暴走族のバイクですかね。なんかうるさいですね。なんだこれ。ちょっと、寄ってみせましょうか。ちょっと。あれ、寄ってみせるとどうなる？あ、小学館テレビくん。やっぱり、特製。特製かな？これ。どうかな？ちょっと待って。どう？特製って書いてある？特製ですね。小学館テレビくん特製、メイドインチャイナ。こちらはね、テレビくんのね、こちらもテレビくんの、ウルトラマンネクサス、ジュネスブルーですね。進化体ですね。進化して、第2章って感じで、変身者が変わるんですよ、このウルトラマンネクサスは。変身する人が変わるんで、ストーリーも一新されまして、でもまあ、ダークな感じは抜けてなかったような気がしました、確か。2004年に放送されて、ああ、ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんね、ジュネス。ネクサス、ウルトラマンネクサスですね。結構ね、ハマって見てましたけどね、大人向けな感じですね。仮面ライダーに寄せた感じの大人向けな作品でした。結構、内容が大人向けでしたよね。はい。キスシーンなんかも登場しましたね。はい。あとは、なんだっけ？あ、これだよね。見せよう、これ。はい。なんて書いてある？見える？見えないな。あ、
スブラープロ2004スブラープロウルタンオネクサスジュネスブルーって書いてある。はいはい、ぼやけてるね。こうする、どう見える、ウルタンオネクサスジュネスブルースブラープロ CBC か、 CBC2004 スブラープロ CBC、 はい、こっち、あと後あの逆側の足、小学館テレビくん特製ね、やっぱメイドインチャイナ、はいですね。はい、あとはこちらにありますのは、はい、デカレンジャー、特装戦隊デカレンジャーですね。デカレンジャーのなんだっけこれ、何モードだっけ、なんだっけ、なんとかモードだよね、書いてある、ここに書いてあるね、スワットモードか、スワットモードです。講談社テレビマガジン特製、こっちはテレビマガジンですね。はい、応募者全員サービスのソフビですね。はい、あ、ちょっと寄りすぎてる、はい、こんな感じです。うー、かっこいい、いいね、かっこいいね。はい、怪盗戦隊ルパンレンジャー VS 警察戦隊パトレンジャー、やりますね。はい、だから警察絡みでこいつがまた出てくるっていう可能性ありますよね。はい、キューレンジャーにも登場しましたもんね、スペーススクワットっていうね、映画でしたっけ、映画で出た時に番宣的な感じで映画の宣伝のために登場しましたね。はい、共演しました、キューレンジャーとね。またパトレンジャーとも共演してくれるんでしょうかね、そこも期待してます、面白そうですね。はい、最近は VS ってつくことなかったんだっけ、どうだっけ、VS、 うん、あ、つくこともあったね、つくこともあったんですけど、結構つか、VS って使われるのがオリジナルビデオだったり、最近は映画の方にねシフトチェンジしましたね、戦隊ものが VS シリーズ、はい、でここに来てね、番組名がもうそのものが、番組名そのものがね VS ってつくのはねすごい新しい試みだなと思ってびっくりしてます。はい、驚きましたね、期待してます。キューレンジャーも面白いですけどね、やっぱり、うん、キューレンジャーもね、あのでも個性がねちょっとやっぱりなかなか日の目を見ないっていうか、なかなか日の目を見ないで眠らせちゃってるキャラクターも多かったですよね。なんかこうなんだろうな、全員がなかなか活躍する場がないっていうかね、一人一人に焦点当てたエピソードとかもな、焦点当てらんなかったキャラクターもないましたよね、やっぱりね。でもなんだろう、着ぐるみ着たキャラクターが多いから、半分は着ぐるみ着たキャラクターじゃないですか。だからキューレンジャー、うん、あれはあれで結構面白い作品だなと思いましたよね。はい、僕はそう思いました。はい、皆さんいかがでしたでしょうかね、キューレンジャー、もうすぐ終わっちゃいますけどね、寂しいですね。はい、アマゾンズドライバー、こいつはまた再販してくれんでしょうかね、これ初代アマゾンズドライバー。はい、映画もね映画化決定しましたし、3月公開なんでもうすぐですよね。はい、楽しみです、ワクワクもんですね、ほんと大人向け作品としてあそこまで成功したシリーズはないんじゃないかなって思ってます。はい、最近の中であんな大人向けの作品であそこまで成功したのはガロとアマゾンズぐらいかなと思ってます。はい、だから楽しみですね。はい、こちらにはちょっと仮面ライダーシーン、前紹介した仮面ライダーシーンの箱が置いてありますけどね、これもちょっとしまう場所考えてしまっておきましょうか。はい、あとこちらはねメカゴモラですね、いろんなもの紹介してますね、メカゴモラでしょ、
はい、レッドキングでしょ。はい。いろいろ出ましたね。あと、じゃあね、こちら、はい。ダブルドライバーがね、あったりとかして、あとこちらにカイザドライバー、動画でも紹介しましたけどね。こちらの2つも紹介しましたし、アマゾンズドライバーも紹介したし、フォーズドライバー。で、ドライバー紹介してないね、確か。はい。戦国ドライバー紹介してないね。はい。ゴーストドライバーはもちろん紹介してますし、こちらにあとシフトカーがあったり、中途半端に集めましたね。はい。CSM ね。はい。カブトゼクターとガタックゼクターですね。はい。こんな感じで、いろいろありますよ。はい。ちょっと飾る場所がなかなかないっていうのはね、困っちゃいますよね。こちら、はい、出ました。はい、何かわかりますか？こちら。はい。SH フィギュアーツですね。SH フィギュアーツの Amazon アルファ。Amazon ネオ、Amazon オメガですね。3個組で。こちら、プラスですよ。プラス、こちら、ジャングレイダー。バイクですね。専用バイク、ジャングレイダー。アマゾンズのジャングレイダーですね。これはネオも乗ってましたしね。あと、ニューオメガも乗ってたし、オメガも乗ってたし。はい。アルファは乗ってたのかな？これに。乗ってなかったような気がしましたけど、使わなかったような気がしましたね。このジャングレイダー。でもこれね、いいよ。ほんとね、飾り映えしますよね。ほんと。早く飾りたいなと思ってます。開封したいな、開封レビューしたいなと思ってるんですけど、飾る場所がね、なくて、開けらんないでいます。はい。はい。でもこんな感じで動画にしてね、ちょっとね、見ると面白いですよね。紹介してるだけですよね。まあ、はい。ほら。あ、これ値段言ってもなかったですね。これ値段ね、これセットです。全部セットで1万8000円で落札しました。はい。先ほどのこちら、アマゾンアルファネオ、アマゾンネオ、アマゾンオメガ、そしてジャングレイダー、セットで1万8000円でした。はい。こちら2600円ですね。先ほど紹介したシャドウムーンのマスクディスプレイ、2600円でメルカリで買いました。はい。こちらヤフオクですね。ヤフオクで買いましたよ。はい。さあ、あとはこれね、結構ね、アマゾンで買いました。こいつらほとんどアマゾンで買いましたね。こいつはね、これ、ハイパー無敵ガシャット、アンドマキシマムマイティ X ガシャット。こちら動画でも紹介しましたけど、空箱ですけどね。はい。こちらはね、トライアルっていう場所で買いました。はい。当時3990円で買いましたね。安いですよね。はい。安い。あとこちらにね、昭和ライダー伝説セットの、あれですね、ロックシードですね。ロックシードが大量に入ってます。昭和ライダーのロックシードと、あとはガイムのオリジナルガシャット、あ、オリジナルロックシード。音声鳴らない。鳴らないね。もともと発光もしないんですけど、光らないんですけど、パカッとね、カチャッと開いて、パカッと開けると、こういうふうにベルトのデザインがあったりとかして、腕のデザインですね。はい。ライダーマン。渋いね。いいね。こんな感じでいっぱいロックシードあるんですけど、電池入れた方がいいっすよね、これね。あと電池ちょっと抜いた方がいいっすよね、これね。音が鳴んないっすもん。
これしかなんない、こんな音しかなんない、ひどいっすよもう。はいはい、腕輪のとこですね、ギギの腕輪、そしてベルト、アマゾン、アマゾンライダーですね、昭和のアマゾンですね、昭和ライダー伝説セット。音鳴るのないかな、あ、これ鳴るね、これ鳴るわ、認識ピン抜いてないから、認識ピン抜いてないから鳴るわこれ。おお。ショッカーの偽のヒーロー、デッドゴー。ショッカーライダーキック。おお。いいね、爆発しましたね、ショッカーライダーキック。